皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。こちらの動画のシリーズは運気を上げる魔法の高語録というシリーズでですね、どちらかというとマインドアップ、モチベーションアップ、気持ちを整えてお仕事も楽しくやろうっていう、そういった趣旨でやっていきたいかなと思っている連作コーナーになります。なのでそうですね、めちゃめちゃ経営の方にめちゃくちゃ寄ったようなマインドの話ではなく、持ちようとか気持ちの持ちようとか考え方とか、もうちょっとライトな感じ、人によってはそれをスピリチュアルっていう人もいるし、私は別にスピリチュアリストでも何でもありませんが、それでもやっぱりマインドの部分を扱うっていう時にはどうしてもそういった感覚が必要になってきて、おそらく女性のお仕事的には、ガツガツ数字だけを追いかけるとか、そうですね、その成果だけを追いかけるっていうのはおそらく向いてないというふうに思ってるんですよね。気持ち的にも満たされて充実して、それで仕事をやっていきたいっていう女性の方が多いので、だからそのマインドアップっていうところもガツガツっていうよりは、そういった法則のエッセンスを知ると少し楽にやっていけるんじゃないかなっていう、そういった観点からお話ししていくのがこちらのシリーズです。なので高語録は違った気ままに喋っている別バージョンもあるんですけれども、こちらの方はどちらかっていうと、聞いているだけで運気が上がってくるみたいなことをテーマにしてお話をしていきたいので、ぜひそんな気持ちでお付き合いいただければと思います。こちらがこの内容の、全体解説、次回以降からは具体的なお話に入っていきたいと思います。それでは。